草津町は群馬県の北西部に位置し、あずまに属する町。地元では草津とも読まれることも、草津温泉で有名。草津は標高1130メートルから1260メートルの高原性盆地に位置し、自然環境は厳しく、欠片の気候区分では岩体湿潤気候に該当する。稀に日中でもマイナス10度以下になり、 1984年2月7日には最高気温摂氏12.0度を記録した。国土交通省気象庁の速攻書が設置され、気象が継続観測されている。標高は1223メートルで、標高1000メートル以上の地点で、気象庁が気象を継続観測しているのは、全国で29地点。本州では、草津を含めて24地点が存在する。 地名の由来は、洋州の強い草津温泉を表した草水、草津により、室町時代後期に草津、戦国時代に創世津、旧合津、江戸時代に草津と書かれた。江戸時代の遠方年間には草津温泉の利用者を取り締まる草津村ご八度の次第が制定されている。戦国時代以来、傷病者、特にハンセン病患者で賑わい、 明治期の大化を経て、医学博士のエルビン・ベルツとコンオールリーにより、ハンセン病に効く当治場としての地位が確立された。定数、122019年11月12日、荒井翔子町議は、2015年1月に、町長室で、黒岩信忠町長と性行為をしたという内容の電子書籍を配信した上で、同月29日に町長に、いきなりキスされ、 床に押し倒されたなどと記者会見を開き、街に住む弱い女性の立場をもっと尊いものにするため、町長を告発することにした。最終的には、町長の辞任を目指すと主張した。黒岩町長は、事実無根だとし、荒井及び執筆した飯塚を名誉毀損で告訴した。翌12月2日の町議会本会議において、荒井は、本の内容を引用して、町長を 町長として結核があると非難し、町長に対する不信任決議案を提出したが、賛成は、荒いと中澤孝二町議のみであり、反対多数で否決された。逆にこの時の荒井の発言が、議会の品位を傷つけたとし、懲罰動議が発議され、荒井は失職した。また、同調した中澤にも、不信任決議案に際し、電子書籍の内容に触れたことを問題視され、 6日に、懲罰道義にて謝罪に追い込まれた。黒岩町長は、同月16日に、さらに、荒井、飯塚、中沢に対する総額4400万円の、医者料と記事の削除、謝罪広告掲載などを求め、前橋地裁に民事訴訟を提訴した。一方、荒井は9日に、山本和田群馬県知事に、処分の取り消しを求める。 新血申請書を提出し、翌2020年2月2県による除名処分の一時停止措置が取られ議席が回復した。その後、8月6日に新井の訴えが認められ正式に除名処分が取り消され完全に復職した。これを受けて、除名処分に賛成した長議らは、新井証拠の会食を求める会を組織し、9月15日から会食請求運動を開始した。 署名集めを担う受任者として220人以上の町民が活動に参加し、収集期限である10月15日を待たず、27日時点でリコール発議の必要数である約1795人を上回る3292人分の署名を集め、新井の会食の是非を問う住民投票が11月16日告示、12月6日投開票で決まった。 会食理由には一連の町長に対する批判や、メディアで批判を続けていることのみならず、電子書籍において、草津温泉で活躍する多くの女性を貶める発言をしていたことや、居住自体がなかった県議も盛り込まれた。新井は、住民投票が決まったことについて、活動をする町議は経営者が多く、従業員である町民は疑問を感じていても依頼を断れないと批判したが、 12月6日の投開票では、賛成が有効投票の9割以上を占める2542票で、反対の208票を大きく上回り、新井は即日失職した。当日有権者数5283人中、投票率は53.66%だった。地元市の工芸新聞は、発端となった新井氏の告白の審議が不明な中、 町全体を巻き込んだ騒動に対し、多くの町民が早期収束を望んだ結果といえる、議会での荒井氏の発言には疑義もあり、不信感を募らせた町民は多い。一連の騒動が議会の停滞につながったのも事実だと評した一方で、会食請求を主導したのが黒岩卓儀長ら町議たちだったことに、リコールの本来の趣旨を違えているのではないかとして、疑問も呈した。 失職した新井は、町の民主主義のため、理不尽と戦いながら、黒岩調整に反対を訴えていくと述べ、中沢と明るい草津を作る会を立ち上げて、政治活動を続ける意向を示し、合わせて、県選挙管理委員会に、リコール無効の申し立てを行ったが退けられた。この決定に対し、新井は、東京高裁に対して、超ギラーがリコールを主導したのは、 制度の乱用として、県選挙管理委員会の採決取り消しを求める訴訟を起こしたが、2021年6月9日に、交際は会食請求を行うための署名運動を禁じる規定はないとし、この請求を棄却する判決を下した。一方、町議会では、インターネット上などで、セカンドレイプの待などと誹謗中傷を受けたとして、2021年1月18日に、 草津温泉のイメージを回復するための対策を求める請願を賛成多数で採択した。なお、この件に関する黒岩が起こした刑事訴訟及び民事訴訟については2020年12月時点で決着していない。町内に空港はない。最寄りの空港は羽田空港で他にも成田空港などが使われる。町内に鉄道路線は通っていない。主に 北陸新幹線軽井沢駅や吾妻線長野原、草津口駅が利用される。国鉄バス時代からの自動車駅である、草津温泉駅が第3セクター、草津バスターミナル株式会社により運営されており、草津町の玄関口の役目を果たしている。ありがとうございます。